こんにちは、はずけいです。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はですね、この動画を見ていただいた方に向けてご縁があったということで、そうですね、あなたの今抱えておられる問題であったりとか、悩みであったりとか、課題であったりとか、そういうところがですね、将来的にどう動いていくのかっていう、運勢と、あと、結果ですね、それを読んでいきたいなと思います。はい。で、今回はもうこれを見ていただいた方に向けてっていう方になるので、一度だけのリーディングになります。では、もうすでに角の方は、スプレッド広げていますので、展開していきたいと思います。はい。はい。ではまずあなたの今の状況というか悩みですね。はい。から目標ですよね。はい。そうですね。はい。で、過去、近未来。で、ちょっとすいません、見にくいんですけども、はい、そうですね、はい、最終結果が陰者の逆っていう感じですね。はい。ちょっと見にくいのでちょっとこちらにずらしておきます。はい。そうですね、結論というかね、あなたの、抱えておられる課題っていうのは、そうやな、そうですね、人間、ズバリ人間関係っていう感じですね。自分の力ではやっぱり人間関係ってね、うまいことやっぱ動かないんですよね。で、動かないものではあるんですけども、そこをね、あなたがちょっとうまいこといかへんかなっていう問題を抱えておられるように思われます。で、特にですね、ビジネスというか、恋愛とかね、そういう感じよりもビジネスっていうかね、生活基盤というか経済的な人間関係っていう感じですね。そんな風にね、カードの方では、全体的な印象としては読みました。でですね、最終的な結果というのがこれなんですけども、このまま進んでいくと、ちょっとね、なんていうか、はっきりしちゃい単語を使うんであれば、孤立っていう感じかな、になっていかれるような気がします。ずっとね、ずっと人間関係に振り回されるというか、ずっと人間関係を気にし続けるっていう感じなんですね。で、そうですね、あなたって一回結構経済的に、一回というかね、成功しはったんかなっていう感じはするんですよね。だから、そのお金が、とかステータスが一気にバンと入ってきたことによって、うまくね、その人を信じられなくなってしまったとか、常にね、猜疑心を持って人と接するようになってしまったようなね、そういうところがね、ありはるんちゃうかなって思うんですよね。でね、そしてあなたのその特性としてね、それいいか悪いかは別としてなんですけども、ちょっと行き当たりばったり的なところがあるんちゃうかなと思うんですよね。なので、あなたは無計画さというか、将来どうとかね、そういうところの考えが浅い、もうなったらなったなりみたいな、
そういうところがねちょっとありはるんちゃうかなと思うんですよね。でもだからこそねこういうふうにこうちょっと大きな成功は手に入れはったような気はするんですね。で、あなたがねその人間関係で悩むっていうところが人なんですよね、やっぱり。で、こう例えばねビジネスパートナーになんか裏切られたとか、信用してたやつに金持って逃げられたとかね、アイデアパクられたとか、そういう経験がもしかするとありはったんかなと思うんですよね。だからそういう経験でなんか人がもう信じられへんくなってしまった、っていう感じなのかなっていう気はします。はい。ただね周りの方からするとねあなたって結構ねインスピレーションで生きてるっていうかね、まさしくも本当にそんな感じですよね。もう無計画、まあ、悪く言えば無計画、よく言えばもう感性の人みたいなね、直感の人みたいな、そういうところがありはるんかなと思います。ただこうね邪魔者を排除するみたいなね、自分の考え方と合わへん人はこうなんか排除するっていうかね、そういう嫌いも見受けられますね。だからもしねあなたが本当にこう人間関係で解決したいと思われるのであればね、やっぱりねそこを外すっていうことかな、っていうふうには思いますね。その信じる、信じるっていうのがね難しいんであれば、まっさらな目で見てみるっていうことかな、心を開くというかね、そんなにねあなたの周りに悪い人はいないと思います。今の現状としてね悪い人はいなくて、でお金もね気持ちもあるのはあるんだけども、それがどうもあなたにとっては、逆にプレッシャーになってるっていう感じかな。だからその何かねその過去というかね経験としてこう裏切りにあったとか、その今でなくてもね、例えば子供の時に親友やと思ってた人に思ってた、ね、友達に裏切られたとかね、悪口言われてたとか、なんかそういうこう人を信用しきれないところっていうのがもしかするとありはるのかな。あとはちょっとこう無計画っていうか無鉄砲っていうかね、こうインスピレーションでどんどん進んでいく、それは今はね表面上というか経済的にはいい方向には動いておられると思います。ただねそのままこのまま突き進んでしまうとちょっとね孤立してしまうようなカードが出てますね。ちょっとじゃあ具体的に見てみましょうか。そうですね。やっぱり物質的な報酬であったりとか、物質的なステータスであったりとかね、そういったことに対しては成功を収められると思います。だけどもあなたが一番こう解決したいというか気になる人間関係っていうものに対しては、このままいくとちょっと、あまりいい状況には、改善はしないっていう感じかな。そうですね。悪くなるっていうことも良くなるっていうこともなく、もうただ今の現状維持のままっていう感じかな。ただあなたがねその孤立してしまわないかどうかっていうのがちょっと気になるかなというふうに思います。で、あなたのね目標というかね現状として、そうですね、これがちょっとあなたの目標として出したんですけどね、やっぱりこう、人と仲良くしたいっていうか、なんかこう心安らげるようなパートナーが欲しいというかね、人との調和っていうものを取りたいとは思ってはるんやろなと思います。だけどもなぜかそれがうまくいかないっていう感じかな。なんかそういうその自分のなんていうかな、なんか人を信じきれないところであったりとか、わがままにしてしまうところとかね、そういったところを直していきたい、排除していきたい、そういう自己中心的なところを直していきたいとか、そういう気持ちはね
終わりなのかなと思うんですよね。そしてなんか人と仲良くやっていきない、ね、友達がとうまくやっていきたいみたいなね、うん、そういう気持ちは十分に終わりなんだと思います。はい、じゃあね、あなたがこれから先、そうやな、どうしたら、なんていうのか、どうしたら、友達に人と結ぶか、ね、人間関係をよくできるのかっていうのもね、ちょっとじゃあカードに聞いておきましょう。はい、カップの10が出ました。そうですね、人間関係、まあ、心のカードですよね。カップもね、感情のカードなので、そうですね、あなたさえね、あなたさえ心を開けば、友達とかね、いい関係っていうのはバン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 できると思います。だけどもそのためにはこうあなたからね、こう仲間に入れてって言わないといけないっていうことかな。グループ活動に参加したりとか、あなたに余裕があるんであればボランティア活動にね、こうみんなとこう協力するようなね、なんかそういう活動に参加してみたりとか、あとは今ねお仕事をしてはるかとかちょっと分からないんですけども、もしビジネスマンであればね、そのチームで仕事をするっていうことに重点を置くとかね、本当にね、あなたの周りにはそんなに悪い人はいないと思うんですよ。ただあなたが引きこもってしまってるだけっていう感じかな。だからもう少しね、他人に心を開くというかね、そういう風にすることによって、いい関係性というかね、いい友達とかいい仲間、それからいい人間関係っていうのは築けると思いますのでね、そういったところね。で、そしてあなたには詳細というかね、経済的な、スキルも能力も高いと思いますので、そういったこともね同時に手に入れていくことができると思います。で、やっぱり人間関係もね、やっぱりビジネススキルの一つではあるので、もっともっとね、ビジネス成功させたいと思うんであればね、もっともっと報酬を上げていきたいというんであれば、人間関係っていうところもね、人と人とのつながりっていうところもやっぱりね大事にしていかなあかんところかなというふうには思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。はい、そうですね、ちょっとあなたの課題というかね、あなたが悩んでおられることは人間関係じゃないかなっていうのを読み取りまして、そこから、あなたの課題とそれから、未来について、リーディングしてみました。参考になったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、では、今回の、リーディングは以上となります。ありがとうございました。